ニューストナイトのアンカーマンが独自の視点でニュースを見つめます今夜のアンカーマンは産経新聞編集委員の安本俊久さんですさあ今夜は何が見えたでしょうかはい、えー、初めての神話落語誕生から伝統と歴史の重みが見えました<ー>、えー、7日にですね、はいえー、とても興味深い落語を聞いてきたんですね、えー、場所は大阪天満宮演者はですね、えー、上方落語協会会長の桂田文史さん まだ三子さんと言った方が馴染みがあるかもしれませんね。<laughs> で演題はですね、えー、始まりは高間原というものなんですね。えー、分子さんの名前とこの演題を聞いて、はいえー、まあ、察しのいい落語ファンだったら、これはきっと創作落語だなと思われると思いますが、えーえー、確かに創作落語なんですね。ただただの創作落語ではなくて、200本以上創作落語を作っている分子さんにして初めての、 えー、さらに言えば日本で初めての神話を題材にした楽コなんですね、うん、初めて尽くし、ね、は神、いえー、島といえばね例えば天の岩や隠れだとか山田のオロチ大地だとか稲葉の白うさぎだとかね馴染みの深い話が多くてですね、えー、こうしたまあドラマの数々はですね、えー、伝統芸能は必ず曲とか演目で持ってるんですね能、はいえー、にもありますし 狂言にもありますし、歌舞伎にもありますし、公談にもありますし、文、えー、楽にもあるんですね。えー、歌舞伎ではスーパーガブキ山本健るというのがあってね。ね大変な人気ですよね。はい、円ノスケンさんのね、まあ18番ということになるわけですが、まあそういうものがあって神話を題材にしたものが大抵の古典落語にはあ古典芸能にはあるんですが。 落語にだけこれはなかったんですねそう考えたらちょっと意外でしょうね、はい、これなぜかというとですね落語というのは江戸時代にですねお寺で発祥した芸能なんですね<ー>、えー、ですから神様とか神職に遠慮があったと思うんですね例えば三年始という落語があるんですが、はい、これ内容はですね、えー、神道で葬式をあげてくれと言っ 遺言して死んだ仲間ののためにでですすね、えー、寺の坊さんんと散々喧嘩をする話なんですね。<laughs> でお、お坊さんの悪口はターンと出てくるんですが、えー、まあこれは一種の仲間意識の僕は現れだと思うんですね、えー、落語家にとってはお寺というのは非常になじみが深いところですから、うんえー、古典落語の中にもお坊さんはいっぱい出てきてですね、えーえー、まあおちょくられたりおちょくられたりする関係とでなって出てくるんですが神職とか神話っていうのはでまあ 敬遠される存在だったと思うんですねじゃあ仲間内で笑いを取ることができても,ちょっと、はい、も仲間内でない人はちょっとということですね遠慮してたということだと思いますそれからもう一つこれは文医さんが言ってたんですが神話っていうのは結局はですね日本の成り立ちをまあ伝えてるもの でその日本は、えーまあ、皇室の祖の話になってるわけですから、はい、どこまで笑いにしていいかという<ー>まあ難しい面があってなかなか落語にはならなかったんではないかと、まあ、こういう見方をされてたんですね。でそれがなぜ今回の落語になったかなんですがこれはですね、えー、神職たちの集まりで「英食会」という会があるんですがこれは大体、えー、長年代々その神社を守ってきた家50社で作ってる会の なんですがそこの会がですね、えー、お年寄りから子どもにまで楽しめる落語で神話を広げたいと、まあ、こういう願望う願いを持ってたんですね。はい、で文枝さんにお願いした文枝さんもですね、えー、神話というのをよくよく読んでみればですね 非常によくできた物語で日本の良き伝統を伝えているものなのでこれは子供にぜひ伝えたいなと思ったのでまあ引き受けたまあこういう経緯があってできたわけなんですねじゃあその中身はということなんですが、えー、枕の部分ではですね、えー、神話というのは古事記に載ってるんだよということだとかあるいは古事記っていうのはどうして作られたのか とかそれを作った「日枝のアレイ」と「大野安室がです、ね、こんなところに苦労したんですよ」といったことをまあ紹介してるんですね。いかにも 教育的な枕になってるんですね。すね学ぶことができるんです、ね。はい。で、そのからですね、いよいよ本題に入るんですが。本題ではですね、えー、まあ、主役になるのはサノオノミコトという人なんですね。大和のたい、大退場した人ですね。はい、で、この人が出雲の日川のほとりに降りてきて。まあ、老夫婦に会うというところか始まるんですね。で、老夫婦は大和ノオロチが娘を毎年一人ずつ作っていくので。えー、最後に残った、ああ、このクシナダヒしかいなくなりましたと、うん、まあ、そういう話。 するで助けてやろうかといった時にですね菅、えー、の巳子が自分を紹介する形でですね、えー、神話のことを話すんですね。えー、自分の親はイザナギイザザナナギミという人で、えーまあ、神様でですね国生みをしたその次には神生みをしたそれで最後にですね自分とか姉のアマテラスが生まれたということをまあ話す。で、えー 姉テラスは高間原を治めなさいと言われたんだけどもそこに自分が行って散々悪さをしてしまったので <laughs>、えー、お姉さんが悲しんで天の岩屋に隠れてですね、えー、まあ大変なことになってしまって私は追放されましたと、まあ、こういう内容をですね老夫婦の夫の方ですね足名寿司というんですがその人の掛け合いで紹介していくんですね。で面白いのはですね、えー、これはこの学校の特徴なんですが。 神職とととか巫女が協力ををして舞台を盛り上げるう<ー>ということなんですね、はい、例えば天の岩屋隠れの場面ではですね神話では実際には雨の渦めの巫女が狂気乱舞のようなあ、まあ、あ踊りをしてですね天照、えーえー、に岩屋を開けさせるという場面があるんですがその場面になるとですね巫女さんたちが神楽を舞うというそういう,う演出になってるんですね。 あるいは、ヤマタノオロチが登場する場面ではですね。はい、神職が、か、え楽を奏でてですね。非常に重量感があるヤマタノオロチ登場というのを、まあ、演出をしているんですね。 ですから僕はね落語単なる落語ではなくてこれスペクタル落語とまあ呼びたくなるような内容なのでぜひ見てもらいたいと思うんですね。でえちょっと今日はまだ時間がありますので一石墨歯やってみようと思うんですが例えばこういうことが言われてるんですねこの場面はですね大和の胎児ができたらですね娘の櫛灘姫を俺にくれと言ってる佐野の場面なんですがこういうことで言うんですねその意向を聞いた娘に対してですね、えー 娘よその方の気持ちはオロチに食われてしまうくらいならどんな男でも構いませんどんな男ってそんな言い方失礼をいたしました娘は根、ね、が正直者でして <laughs> と余計いかんがなというような調子で落語が始まっていくわけですねはい。ですからねまあ子供たちも楽しく神話を学べることは、えー、間違いないと思うんですねじゃあどこで聞けるか とということなんですが実はまだあのでまあ栄食会というとこが頼んで作ってもらったということですから、はい、全国の主要な神社を回ってですねまず文子さんに、えー、奉納講演をしてもらうと<ー>で神様に聞いてもらった後、えー、徐々に皆さんに聞いてもらおうということなので、えー、今決まっているのはですね来年の春 まず出雲大社に行って奉納公演をします、はい、でこれに関しては一般の方も見ることができますので、えー、この情報が出たらいち早くチケットを買うなり整、えー、理券をもらうなりしてもらいたいんですねで次には伊勢神宮で、えー、これを奉納するということが決まってます、はいえー、その後もですね、えー、全国主要な神社を回りながら文室さんがいろんなところで、えー、奉納をしていくということなんですねでその日程はですね実はこの秋に決まりますでこれが決まるとですね えー、一早く産経新聞はあ報道をしようと思ってますし、えー、この番組でもきちっと、えー、紹介をさせてもらってますので、ね、何月何日はここですよ、何月何日はここですよということを、えー、この秋にはきちっとご報告しますので、いち早くはい、ぜひいろんな神社に行ってですね、えー、この落語を聞いてもらいたいと思います。演じるのは文さんであってもですね、ま、えー、うまみこさんとか、はいえー、楽を奏でる神職の方たちというのは基本的にそこの神社の人が やるととといううことになりますすからは違ねおみこさんの流儀も違うかもしれませんし、えーえー、神職の奏で方も違うかもしれませんし、えー、それによって文一さんのまた語り口も変わるかもしれませんから僕ねこれ全部言ってもいいかなと思ってぐらいなんですよけど、はい、その度に神社にお参りすればいいわけですから、えー、もう来年はですね、えー、全国旅行される気持ちがある方はこの法の落語とともに全国を巡ると。 ね、そういうようういいよなな年を過ごされたらどうかなと思います放の落語ツアーというのをですね、はい、計画されているという方はですねこの秋ですね、はい、詳しい情報が発表されるということですので産経新聞そしてこの番組の方、はい、要チェックでよろしくお願いいたします。ねいいすね、アンンカーマンの目でした